どうもメタルでございます。というわけで見ていなかったもう一つのエンドをさあ見に行くぞ。明日は香山くんの家に行く日だ。二人きりになれないのは残念だけど、お父様お母様に印象よく見られるように頑張ろう。と言ってももう何度も遊びに行って仲良くしてもらってるけど、でも恋人として伺うのは初めて。菓子折りでも買うべきか、俺たちの素晴らしい未来のために何を言っているんだ。明日お父さんとお母さん旅行行ってくる。マジで本当にそんな展開になったのか。商店街の福引きで当たったハワイミー3泊4日、なんかの手違いで明日からじゃないといけない。ほう、決死の思いで有給を取った。二人一組だけしか行けないからお留守番しててねと。これさ、逆にじゃあ招待すればさ、空返事だな、空返事だな。ちゃんと内容理解せずに返事してるだろ。寝坊せずに学校行けよと。ごちそうさま。明日のための周到な準備が洗濯ちゃんとやっといてねと。これかなりだから、だって家に呼べば二人きりだよね。家に呼ぶことになるのか。逆にどうなんだ。だってそうじゃんどうしよう。スーツなんて持ってないし制服で行くべきかな。いや、お前友達の家遊びに行くのにそんなお前きっちり決めてく必要ねえよ。いや、まあ恋人か、恋人の家だけどなやっと気づいた、やっと気づいたこいつ香山くん、香山くん、もしもし、香山くん、もしもしねえ、逆に家に呼ぶことになるんだよね、二人きりだから。ねえ、そういうことだよねやっと気づいた。おお、お邪魔します。玄関でも言ってたぞ、香山くん。緊張しているのかも。何度も遊びに来てるのに。恋人としては初めてだよ。なんでニコニコしてるの出たよ、うふふ変な広瀬くん。香山くん、香山くん。何、広瀬くん。俺の隣へどうぞ。ほう、なるほどね。おおおー、いい感じだな。やばい、やばい。想像以上に緊張する。わかる。本当、広瀬くんは全然いつも通りに見える。それ俺も緊張しますとも。すげえドキドキしてる。一緒だ。そうとも。このただ見つめ合うだけなのもいい感じ。そう、それ二人きりだな。二人きりだね。今日親帰ってこないんだ。昨日電話で何回も聞いた。香山くん。何、広瀬くん。上と下どっちがいいいきなり、おー、いきなりお前、来たな。めちゃくちゃ考えたんだけど選べなくて。わかる。触りたいし触られたい。わかる。どっちが先にする？迷うなわかる。けど。おー、どうした？おーっとキスはすぐにしたい。おーっと、これはうおーおー、あ、本当になんかもうゆるい感じの空気感で、それでもしっかり恋人をやっている。あ、素晴らしい。もう一回。おお、これはあらゆる恋愛物語などで恋が成就してキスした後にもう一回っていう、結構なんかありがちだけどいいシーンだ。あ、やっぱりいいな。あ、このルートの方がなんかより恋人してるな。なんかエンド2よりもエンド1の方がより恋人してるわ。ふふふ、やめろお前。ふふふ、ふふひもやめろお前。すごいな。すごいね。キスってすごい。本当にすごい。初めてした。僕も初めて。やった、嬉しい。僕も嬉しい。まあわかるよ。確かにファーストキスってめちゃめちゃ嬉しいよな。わかるわかる。恋をしている。君に首ったけで、ぞっこんで、それだけで毎日がこんなにも楽しい。香山くん。何、広瀬くん。
ベッドインはまた今度にしたい。なんで？このプラトニックなラブの感じもすげえいいなって。時間はこれからたくさんあるし。実は僕もそう思い始めていた。本当？触りたい触られたい欲もありますけれども。俺もあるけれども、このじれったくなる感じ嫌いではない。それな。楽しいよね。うん、楽しい。なあ香山くん。何広瀬くん。もしかしなくても俺は香山くんがめちゃくちゃ好きだ。知ってますけど。マジか。僕もすこぶる好きですけど。マジか。マジです。香山くん。何広瀬くん。ずっと一緒にいような。うん、ずっと一緒にいて、ずっと恋人でいる。うんうん。実は広瀬くんが思ってる以上に僕の愛は重い。俺の愛も超重いよ。わかる。わかっちゃうの？だから絶対、ずっと僕たちは恋人だ。確かに。だろう？今のキメ顔好き。Thank you。 好きだよ香山くん。僕も好きだよ広瀬くん。もう一回。おお、今度はそっちからもう一回っていうのかい。お前甘い恋だなお前。そしていい笑顔だ。幸せそうでよかったお前。お、これはエンディングか。来たよな多分エンディング。あー、なるほどな。お、やっぱりな、エンドワンが真のエンドなんだな。なんかもうこの作者さんのゲームが多分そうなんだろうな。エンドワンが真のゲームっていう感じなんだろうな。いや、なるほど。真のゲーム？真のエンドっていう感じなんだろうな。いやー、なるほどな。いやー、いい感じだわ。いやー、素晴らしかった。なんかもう本当にさ、もうただイチャイチャしてるだけの内容だったね。ゆるーい、なんかもうさもうマイペースな、マイペースな二人がこうゆるーくなんか絡み合ってというかなんか漫才をしているかのような感じで、すごくもう二人とも息ぴったりでね。マイペースなんだけど二人ともマイペース同士で、なんか息ぴったりでこうね、そういう世界観。いやー、本当に仲良さそうでよかったわ。エンドゼロワン、僕たち俺たちずっと恋人。いやー、素晴らしい。もうこれはもうなんかもう好きな人多いでしょうこの内容は。というわけで、おっと、シェアってなんか出てきたね。やっぱりなんか後日談的なものが何かあるのか。というわけで見ていこうか。シェア、さーて何なんだろう。付き合った後の世界だよな、もちろん。なあ谷亮太。なんだ柿本博。さっきからすげえ視線が気になるんだけど。今更かよ。あー、なるほどね。やっぱりね、説明すると、シェアっていうね、過去作があるんだよ。この作者さんの作品にそのキャラだったんだね。アベックでこう見つめていたのはこうそのキャラだったんだ。あ、なるほどね。なんかもうさらに過去作のキャラが出てきて、もうなんか永遠に過去作まで辿っていっちゃうよ俺。いや、俺だって結構前から気づいてたぞ。でもあまりにね、視線で触れない方がいいかなって。チラッと見た感じ中学生っぽいな。アベックに興味が湧いちゃうお年頃なのかね。アベック、もうちょっとくっついてみよう。ちょっテンションダダ上がりの気配を察知。思春期は楽しそうでいいな。すごいな香山くん、アベックとはあんなにベタベタして外を歩けるのか。いや、あの二人はきっと長い年月を経たアベック、だからこそあの溢れ出る貫禄。離れろすぐに。いいじゃんいいじゃん、俺もだんだん楽しく。さぞかし夜も素晴らしく過ごしていらっしゃるに違いない。夜、そうだな、さっきであれほど熱々だったんだから夜は灼熱に違いない。あ、なるほどね。そうできていないから刺さっているのか言葉が。さすが貫禄のあるアベック。俺たちもあそこを目指そう香山くん。あそこを目指そう。もちろんだとも広瀬くん、頂きの景色を君と一緒に。何を言っているんだこいつは。胸が痛い、辛い。楽しくなってきたんだろう。
今日カレー目いっぱい作ってやるからな。作り置きしたいだけだろ。っていうか別にそんな気にすることは何も。ん？いてくれるだけで別に。何？何？聞こえない。もう一回、ワンモアプリーズ。絶対聞こえてただろ、ムカつく。お、また距離が近く。キス、キス。どんな濃厚なキスを。めちゃめちゃ期待されてるじゃん。合図するから一気に逃げるぞ。よし、せーの。あ、走り出した。夕日に向かって。俺たちも走る。そうしたら彼らに近づけるかも。走ろう。迷惑な。よし来た。加山くん遅い。万年体育一を舐めないでいただきたい。ほら手つなごう。うん。こいつら楽しそうだな。楽しいな加山くん。楽しいね広瀬くん。おー、もう楽しそうでよかったわ。うん、迷惑かけすぎない程度にな。うん、あ、終わったわ。はい、というわけで、そういうなんか過去作のキャラもこう何巻き込んだすごいなんか面白いギャグシーンだったわ。うん、というわけで、いやー、なるほどね。いやー、こうなるとなんかもう過去作も辿っていきたくなってしまうよね。この手法やっぱりうまいわ。うん、ハッピーエンドの時も思ったけど、この手法はやはりうまい。というわけで、加山くん広瀬くんのね、なんかイチャラブ物語でした。ではね、この二人のね、今後の幸せも願って、っていうかまあ大学生の頃もイチャラブしているのはもう確認済みなんだけどね、もう今後ずっと二人はこのまま幸せでいてくれ。はい、というわけで恋人始めましたの実況でした。ではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。そして登録者100人ありがとうございます。まだお済みでない方はぜひね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。高評価やツイッターのフォローもしてくれると嬉しいです。次の動画やおすすめ動画もよかったら見てみてね。それでは。